にちは、かけむれです。不定期なんですけれども、この間ネズミ捕りやってる場所でネズミ捕りやってたんで、ちょっと映してきたんで、一緒に見てください。はい、こんにちは、かけむれです。今日は、ネズミ捕り、コムテックのレーダー探知機ネズミ捕りテストです。ちょうどですね、ネズミ捕りしているポイントなんですけれども、ここのとこずーっとやってなくて、本当はユピテルのレーダー探知機あるときに、ネズミ捕りテストやりたかったんですけど、なかなかその機会に巡り合わなくて、8時半で終わりなんかな、違うと思うんですけど、さっきめっちゃ電波飛んでって、あ、これ 350.1 無線を受信しました。ネズミ捕りの無線ですね、電波なんですけど、これがネズミ捕り の無線です。これがレーダーですね。あ、光感式です。それでここでサイン会場なんですけど、何人か捕まってましたね。はい、いかがでしたでしょうか。一応ですね、僕ネズミ捕りに捕まった時に横でずっと見とったんですけど、取締り対象者をこう無線で飛ばすんだよ。ピッて、なんかこんな無線の機械を押してピッて、白い車、青い車って、その電波が 350.1 で飛ぶみたいなんですけれども、それがレーダー探知機拾って教えてくれるんで、まあ近くでネズミ捕りやってるんやなって分かる流れですかね。年末などで、ネズミ捕り気をつけてください。それでは簡単なんですが、指定させていただきたいと思います。